れから1年思い知らせてやるぞ、サイヤ人。誤算だった。スーパーサイヤ人は孫悟空さん一人じゃない。生き延びていた孫悟空のことを知る青年は驚くべき事実を伝える。今から3年後、ドクター・ゲロという科学者が作り上げた人造人間が現れます。そして悟空さん、あなたは今から1年後に心臓病にかかり死んでしまわれる。青年の名はトランクス。なんと未来からやってきたブルマとベジータの息子であった。孫悟空に薬を渡し、未来に帰っていくトランクス。そして3年の月日が流れた。新たなる脅威。孫悟空、貴様は我々に勝つことはできない。スパイロボを使い貴様の戦いを偵察していたのだ。なるほど。だがナメック星での戦いも失敗したんか。その必要はない。ベジータたちとの戦いまでで貴様のパワーや技は完全に把握した。一番肝心なことを調べ忘れちまったらしいな。おめえらの負けだ。ほう、確かにかなりのパワーアップを果たしたようだ。だがわしは当然として19号でも十分に倒せるレベルだ。あ、そう。じゃあその強さを早速見せてもらおうかな。
どうしたんだあいつ。飼っているっていうのにかなり辛そうだ。お父さん病気なんだよ。心臓の。うわうわ。まずいぞ、エネルギーを。カカロットを倒すのはこの俺の役だ。貴様らガラクタ人形の出る幕じゃねえ。スーパーサイヤ人ベジータ。これまでの動きを見ていて分かった。貴様ら噂ほどとんでもない弾じゃなさそうだ。肝心な部分を聞き逃している。ベジータ、貴様の格闘技はすでに知り尽くしている。計算だけで分かるもんじゃない。俺たちサイヤ人はな。そんなバカな。なんであいつがスーパーサイヤ人に。俺はただひたすら強くなることを願った。そして凄まじい特訓を繰り返し、ある日俺は自分の限界に気づき、自分への怒りで突然目覚めたんだ。スーパーサイヤ人だな。たわごとはそれぐらいにしておくんだな。所詮はわしたち人造人間の敵ではない。スーパーベジータのビッグバンアタックだ。しかしドクター・ゲロは新たな人造人間を目覚めさせる。行っちまったぞ。あいつはどこへ。この俺がここにいるというのに無視しやがった。ふざけやがって。貴様らこれからどこへ行くつもりだ。孫悟空のところよ。殺しにね。だが行くことはできんな。この俺が貴様らを片付けてしまうからだ。サイヤ人というのはどうも自信過剰だな。半端なやつほどそのプライドのせいで早死にすることになる。人形のくせにガタガタ抜かしやがって。さっさとかかってこい。いいわ、私がやる。
まだまだ死にやがれ。ケロッとしてやがる。なんだ、大したことないんだね。なんだと？スーパーサイヤ人となったベジータであったが、新たに目覚めた人造人間には歯が立たなかった。待っていろよ、17号、18号。今の地球に必要なのは神ではない、強者なのだ。出たな、化け物。次はお前がこうなるのだ、ピッコロ大魔王。貴様はどういうわけか、ピッコロを知っているようだな。だが、残念だ。人違いだ。邪悪な予感。人違いだと？貴様はピッコロ大魔王ではないというのか？そういうことだ。何者だ？私の名はセル。貴様らやフリーザ親子の細胞を持つ未来から来た人造人間だ。何？未来から来た理由は何だ？人間どもの生体エキスだけではなく、17号、18号を吸収して完全体となることだ。17号、18号は必ず手に入れてみせる。邪魔はさせんぞ。